バッテラ注文しましたよ。これバッテリ、バッテラね、うまそう。いただきます。バッテラ、バッテラ、あ、うん、うん、ここね、バッテラめちゃくちゃおすすめしますわ。めっちゃうまい。はい、山寺です。今日は、久しぶりに京屋本店さんに来ました。今からですね、京屋本店さんに飲みたいと思いますわ。オープニングかな、これ。飲み物はですね、赤霧島ですね。これね、これが赤霧島ですわ。で、グラスとお水、こんなにいただけるんですよ。これね、やっぱりね、毎回思うんやけど、たっぷり2杯は飲めますよ。まずこれね、ちょっとこぼさないように入れますね。で、あとお水。はい、ではね、赤霧島で乾杯したいと思います。お疲れ様です。乾杯。ちょっと濃いわ。ちょっと濃いく作っちゃいましたけど、やっぱ美味しいですね。こちらの天ぷらの盛り合わせなんですけど、250円ですわ。250円。一応エビ天もあるんですよ。エビ天もね、すごいすごいな。で、こちら土手焼きですわ。まあ土手焼きね、山寺好きなので土手焼きいただきますよ。こちら土手焼きいただきます。美味しそう。土手焼き、こちらの土手焼きね、ちょっと赤味噌使ってるんちゃうかな。いいわ、甘辛で。こちらですね、唐揚げですわ。これも美味しそうやで。はい、唐揚げいただきますわ。これもなんかサクカリッと揚がってそうやで。いただきますね。唐揚げいただきます。あ、美味しい。 ありがとう。このお店で唐揚げ食べたの初めてやと思うけど、めちゃくちゃ美味しいな、これ。唐揚げ美味しい。美味しいわ。すごいジューシーで、もも肉でね、うまいわ。バッテラ注文しましたよ。これバッテリ、バッテラね、うまそう。いただきます。バッテラ、バッテラ、あ、うん、うん、ここね、バッテラめちゃくちゃおすすめしますわ。めっちゃうまい。玉ねぎの天ぷらですわ。天つゆがついてね、これも嬉しい。これ250円でしたっけね。安すぎですよ、なんか知らんけど。地方でちょっとのんびり仕事がしんどいから、地方でのんびり大変ですね。ここの天ぷらちょっと面白いんですよ。なんか衣がね、分厚い。なんかふわっとした天ぷら、ふわっとした、フリッター的な感じかな。でも美味しい。なんせ250円ですからね。こちら美味しい。おすすめやで、これ。うまっ。氷欲しいです。唐揚げ、あ、骨付きになってますわ。美味しいわ。お酒が進みますよ、これ。あ、来た来た。
こちらですね、木寿司ですわ。なんかめっちゃ酢効いてそう。あ、生に近い、ほんま。あ、これめっちゃ美味しいわ。あ、これね、めちゃくちゃ脂が乗ってね、すっごい脂乗ってますわ。え、ちょっと待って、こんな木寿司、こんなに、すごい、うまい。うん、ほんまに油相当乗ってますよ。めっちゃうまい、これおすすめ。はい、こちらですね、マグロステーキ。あの、ガーリックチップが乗ってて、なんていうの、マグロもしっとりして美味しい。うん、赤切りで、まあ、結構自分で作ってるから濃いめに作ったらめちゃくちゃなんかすごいわ、酔っ払いそう。うん、マグロステーキ、マグロステーキです、うん、うまい。やっぱね、ジューシーなマグロで噛めば噛むほど味が出てきて、うん、なんかチキンみたいな感じ、うん、うまい。これね、実は一番札っていう焼酎に注文しました。一瞬何かなと思ったんだよ、これ。これうちのだよね。はい、今ですね、京屋本店さんで飲み食べしましたけど、ここはやっぱり安くて美味しいわ。3人で来たんですけど、4000円ちょいで済みました。もう酔っ払いましたよね。いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンいただけると嬉しいです。ありがとうございました。なんか早足で終わるみたいな感じなんですけど、今日はこれにて終わります。